はい、ですね、この前紹介した花火なんですけど、今日また新たにロケット花火ね、新しいこの前の種類とは違う別のロケット花火をね、毎年やってるやつなんですけど、買ってきました。138円だったので、僕は今財布に残ってる金が300円ぐらいあったんで、2袋買ってきましたね。でこのロケット花火の名前はどこも書いてないけど、僕が前見た時に春雷花火って書いて、春雷ロケット花火って書いてあって、こうやってね、シュッと飛び出しパーンとなるっていうやつなんですけど、種類って言ったらいいのかな、種類なんですけど、あと説明するのはこれですかね。これなんで3つつながってるかっていうと、前 TO さんとね、花火やりに行った時に3つスローランテープでくっつけて打ち上げたら、シュッシュッシュッとかシュッシュッシュッパンパンパンっていって、こう燃焼かな、ロケット花火の燃焼が続いてって3連発続けてなったから、パーンと音がねなったから、すげえなーと思って、もう一回作ろうと思って、あの時ははっきり言って花火やり疲れてて作る元気がなかったんですよ。最初にしか作れんかったけど、まあこういう時はね、何もしない時は作る元気あるので全部固めましたね。でなんでティッシュがくるんであるかっていうと、上空でバーンってなった時にこれだけでも火花が出るんですよ。火の粉がね、ダーッと出るんですけど、もっと火の粉を見たいってことで、綺麗にさせたいってことでね、この上空で開いた時にティッシュが燃えて、バラバラになると思う。前一回、去年ぐらいか、去年はレシートを縛っていったら、すごい上で火柱がバッてなってすごい綺麗だったんで、まあレシートはやめてティッシュにしました。こっちはな、爆力を上げたロケット花火で、どういう風に爆力を上げたかっていうと、その、まあ、ただセロハンテープを巻いただけなんだけど、しっかりねギュッと強く巻いてあるので、火薬は締め付けられてると爆力が上がるっていう、花火師さんも言ってたので、それをちょっと今回やってみました。なので来月8月5日ですね、ステージアライブっていうアプリ、配信アプリで、まあ、アカウント名が走り屋すみれ組ってなってるんですけど、それを検索してくれれば出てくるので、ステージャーの方もよろしくお願いします。これはね、YouTube でやります。ステージャーの方ではカラオケライブ8月の5日にやるんで、5日にやるので、
よろしくお願いします。 YouTube はまあ YouTube で花火を上げていきたいと思うので、前はカラオケライブ YouTube でもやってたんだけど、コメントが来るわけでもないから直でコメントが来る方がいいから、ステージアライブっていう配信アプリでやってますね。今朝8時半から2時までやってます。なのでよろしくお願いしますね。はい、この花火も花火がメインなので僕の動画をよろしくお願いします。じゃあチャンネル登録もね、ぜひしてくれたら来年もっといい花火を上げれるかもしれないので、その辺も期待しておいてくださいね。ありがとうございます。